山梨県立博物館は山梨県笛吹市三坂町成田にある総合博物館である。2005年10月15日に開館した。愛称はカイトミュージアムをかけたカイジアム。2018年現在、館長は森谷雅彦である。前館長の日向川南は名誉館長に就任した。基本テーマは山梨の自然と人であり。 自然系展示と歴史系展示を分けずに、展示や資料の収集、調査研究活動、社会教育活動を行っている。常設展示は、原始時代から現代という時系列に沿った展示で、あるが、観覧順序は自由動線であり、水に取り組む、信仰の足跡といったテーマを設定した展示になっている。山梨県は、公共文化施設が未整備で、 文化不毛の地と評されていたが、戦後には郷土研究が活発化し、1961年には山梨郷土研究会が発足した。山梨郷土研究会や諸研究会の活動により、山梨県の郷土研究や史跡や文化財の保存活動、自治体史の編纂事業などが行われ、県立博物館創設の機運が生まれた。 県立博物館創設の運動が具体化したのは1962年で、老朽化していた旧陸沢小学校校舎の移転問題において起こった。旧陸沢小学校は、現在の甲斐野市亀沢に所在し、公民館として利用されていた。山梨郷土研究会や山梨日日新聞社関係者の間では、この陸沢小学校を適切な地に移築して、 県立博物館として活用する案を提示し、解体された、陸沢小学校の資料は、甲府自然工事の会吉光寺境台に保管された。翌1963年には、山梨県教育委員会において、県立博物館条例が整備されるが、この案は実現せずに、陸沢小学校は、甲府市、武田の武田神社境内に移築され、藤村記念館として、 甲府市の郷土資料館となった。なお、現在は、藤村記念館は、甲府市北口へ移築されている。1968年1970年には、山梨郷土研究会から、山梨県に対して、新築移転した山梨県立図書館の旧館を、活用して、県立博物館とする構想が陳情されたが、これも実現せずに終わった。山梨県立図書館では、 くぬぎ亀内が収集した公衆文庫をはじめとする郷土資料が保管されており、1978年に山梨県立美術館が開館し、近代以前の美術資料を収集し、1982年には山梨県立考古博物館が開館し、考古資料収集の中心施設となり、これらが郷土研究の中心施設となっていた。1990年には、 山梨県市編纂事業が開始され、再び県立博物館の構想が生まれた。同博物館の基本構想は、東八代郡三坂町出身の歴史学者で、館長に就任が予定されていた網野義彦が中心となって作られている。網野は開館前年に死去をしたが同博物館のコンセプトは網市館を反映したものとなっており、山梨に暮らした民衆が、 どのように自然と付き合ってきたかという部分に手腕が置かれている。収蔵品は山梨県に関する山梨県立博物館では山梨県に関する資料を購入、寄贈、帰宅の手段で幅広く収蔵しており、収蔵されている資料の点数は19万点に及ぶ。資料は歴史、民族、考古、美術工芸、自然、画像映像、その他の分類で、 整理されており、特に山梨県立図書館から移管された公衆文庫、大成文庫、若尾資料は全体で3万点を数えている。歴史、美術工芸、民族など分野別や低湿度収蔵庫など大小8つの収蔵庫がある。また、地域博物館として収蔵品や企画展に関するツアーや年中行事に関するイベント、 民族芸能の実演などを実施している。開館初年度の企画展、山梨の道祖神祭りは、山梨県内各地域の協力を得て、多様な道祖神祭りの飾り物を展示し、道祖神祭りや芸能保存会への参加者が増加し、演目の復活など祭りの活性化にもつながり、博物館活動が地域の民族へも関わる試みとなった。2012年には、 文化庁から公開承認施設に認定される。他、学芸員、職員が個別のテーマ研究を展開している。常設展示は、山梨の風土と暮らし、海を行き交う、群像、共生する社会の三部構成。山梨の風土と暮らしにおいて、山に生きる、里に暮らす、城下町の賑わいでは、ジオラマ展示が行われており、古文書や絵図資料、 考古資料や民族資料、聞き取り調査などに基づいて、建物の模型や小道具、デフォルメされた人形が作成され配置されている。山に生きるでは、黒川金山での粉製の様子や、佐野山小屋見取り図に基づいた、山中の、そま小屋の様子、貝の葬儀に基づいた、市川大門の上すき小屋の様子、奈良田の焼き畑農耕の様子などが再現されている。里に暮らすでは、 金世の村の営みと歳時期をテーマに、東部地域の養蚕民家がジオラマで再現されており、野良のジオラマでは畑や水車小屋などが再現された情景模型で、米麦に猛作や綿花、タバコ、果樹、里芋栽培など開国の諸産業や四季の移ろいが表現されている。城下町の賑わいでは、甲府城下町のジオラマが3台配置されている。甲府洋家。 調査の知事にあった、考察上のジオラマは、恨み寒話や、甲府会物読案内書斎の、甲府繁栄の図に基づき城下町の入り口である、考察上の番書や木戸、日の宮倉などが再現されており、同じく八日町にあった、菓子章である、マや、若松山へのジオラマでは、め巡る手ぶり、甲府八日町初売りの経に基づいて、初売りの様子が再現され、初にが積み上げられ、 人々が押しかける正月の様子が再現されている。柳町三丁目の甲府道祖神祭りのジオラマでは、軒先に飾られた、幕絵や辻に建てられたお山など道祖神飾りが再現され、道祖神祭りの様子が復元されている。また、各ジオラマには、甲府城下町の地下を流れていた甲府城水も再現されている。東道町松図道祖神古代の畑屋街には、 美濃部町小原島で発見された化石を含む、小藤川海峡の砂岩や梶ザワ菓子に植えられていた、松、甲府市、上石田寺近い所有であった、道祖神などの展示物がある。ほか、敷地内には、シンボルツリーの山梨の木をはじめ、明治以前から山梨県内に生息していた約4万種の草木が植えられているほか、実りの里では、山梨県の特産品で、 甲州八珍下と総称された桃やぶどうなどの果樹林があり、県指定天然記念物の果樹を月木により保存する試みが行われている。また、古代の畑では、ヤワタや大塚人参など、山梨県の伝統野菜などを栽培しており、秋に収穫物を賞味するカイジアム収穫祭が開催されている。あわや秋日、稲を栽培して石器による、 収穫実験を行い石器の使用根を分析するなど研究においても利用されている。元知事の天野県がバリアフリーへの強い意向を持っていたことや計画段階から保存科学担当の学芸員が参加していたことから文化財の保存状態が考慮され建物は平屋となっている。東博物館の立地する笛吹き市三坂町域にあたる 甲府盆地東部の笛吹川佐岩地域は近隣に縄文時代中期の大規模集落遺跡である課長山遺跡をはじめとした縄文遺跡が分布しており、また古代海の国の政治的中心に地域に属していたことから平安時代の集落遺跡も見られる。特に隣接する県教育センター敷地内には平安時代の集落遺跡で祭祀物や動物遺体が出土している。 地高面遺跡が所在しており、当初は博物館の建設予定地内も遺跡の一部であると考えられ、2002年5月には地高面遺跡の一部として調査が開始された。博物館の建設予定地や駐車場、緑地など予定施設内全域にわたる支掘調査が行われた、結果、地高面遺跡は博物館敷地内には及んでいないことが判明し、敷地南東園から 縄文時代前期末の東大遺跡、建物予定地からは、平安時代の大ネギ遺跡と、新たに2カ所の小規模な遺跡と、それに伴う遺物が、新たに検出された。同年8月には、改めて東大遺跡、大ネギ遺跡の本格的な発掘調査が開始された。東大遺跡は、縦穴式住居跡1件、土工1基が検出され、前期終末期の住居内からは、 縄文式土器の土器片や大石、石皿などの石器群が出土している。住居内には土器式ウメガメロが存在し、これは県内で類例が見られない特殊な形式であることから注目されている。大ネギ遺跡は幅1メートルの溝状以降が確認されており、弾きや海遊陶器などの土器類に伴い県内で類例の少ない土水が出土している。杉本、 P920 杉本、P920 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 山梨県白書像、法年承認デンについては、山梨県史文化財編、伊沢恵リ子、万福寺旧像のエデン、県史通史編に中世など、高不動素人幕絵については、 県史文化財編、歌川広重の公衆日記と甲府道祖震災調査、研究報告書山梨県立博物館調査、研究報告3など本像については、県史文化財編座王県現像については、新指定文化財展外の国の宝物山梨、県立博物館2009、秋山隆川の交通、県史通りに公衆道中図屏風については、高橋治。 甲州道中図屏風との対話、山梨県康古学協会誌、第18号、2008。なお、山梨県立博物館 HP の、高精細画像で見る博物館の資料において、公開されている、同。高橋治虫、屏風裏天から発見された近代、横浜遊郭における、遊郭人名簿甲州道中図屏風との対話に、 山梨健康古学協会30周年記念論文集山梨健康古学協会2009市川家文書については西川公平山梨県立博物館所蔵市川家文書について山梨県立博物館研究企業第4集2010で使用文書の紹介と目録を掲載ありがとうございます